もっと失礼。いや、呂布としたことが失敬、うっかりしておりました。このように走りやすい草原ともなれば、シミュレーターといえど馬としての本能がたぎってしまい、つい駆け抜けてみたくなり、稲巻などお恥ずかしい。今私、馬がどうとか言いましたか？ですよね。ああ、よかった。飛翔軍たるこの私としたことが、草原の緑を前に高ぶりかけていたようです。ひひん。おっと失礼。クーラー風でも引きましたかな。ところでマスター、この私にいかなるご用でしょうか？驚きと感激のあまり、つい異国の言葉が早馬のように駆け抜けていきました。嬉しい、嬉しい。ですがマスター、どうかお気をつけください。馬は甘いものが大好きです。与えれば喜んでもりもり食べます。なのですが、カフェインはいけない。馬は確かカフェインが分解できないだったかな。よく覚えていませんが、確かそうです。なので甘味を与えたい場合には黒砂糖などが良いかとまあ今のは馬の話。私は馬ではなく緑光線なので何の問題もないですが、別に馬ではないのでそのような気遣いは無用ですが、ですが、ああマスター、あなたは私のことをそこまで思ってくださる。ああどうか我が背に乗りたまえ、我が主君。あなたとならばどこまでも千里万里を駆け抜けてくれましょう。つい高ぶりかけてしまいました、失礼。ですがこの背に乗せてあなたとかけたいのは本当です。ああでもその前に、こちらをお納めください。地下の培養プラントにて生育させたものだそうです。ええ、取れたての最高品質のものです。それはもう美味ですので、頬が落ちそうなほどに、思わず悲憤しそうなほどに。さあお召し上がりください。カリッと生で。